味方の選手の右足にボールを出した方がいいのか、左足にボール出した方がいいのかって試合中常に起こることなんですね。で、このシーンはケイタ君の右手側に相手のセンターバックの奈良選手がいるじゃないですか。この時点で、あ、そうです、パスが合わなかったとこですね。この時点でこの俺のパスがこれよりずれてないけど右足に出ちゃってたら、奈良選手とガチャンってなってボール奪われてたと思うんですね。でもケイタ君の左足に出せばケイタ君は余裕で収められるんですよ。でも俺が左足を狙いすぎてのこのパスだったっていう、これが結果なんですけど、結果的に俺の技術が足りないっていうのはもちろんなんですけど、どっちの足を狙うかっていうのを意識すればマジでボール取られなくなるんで、あのパスする時とかですよ、右足に出した方がいいな、この時は右足に強いボール出した方がいいとか、左足に弱いパスを出した方がいいとか、これってある程度セオリーで決まってたりするんですよね。例外はもちろんありますけど、例えば4対2でボール回ししてる時とか、寄った方がいいのかとか離れた方がいいのかとか、寄ったら相手は弱いボール出してきてダイレクトで叩いた方がいいのかとか、これめっちゃ難しいですね。なんもないとボードとかあったら説明しやすいんですけど、なんかそういうのって結構大事、練習から意識したりとかパスの精度とかってすごい大事なんで、やっぱ左足に出す右足に出すで結構サッカーのテンポもそうだし、これからに生きていくと思います。俺もね、中学校か高校の時に言われたんですよね、右足か左足ちゃんと自分で狙って出さないとみたいな。で、最初半信半疑だったんですよ。いや意味が分かんないし別にいいじゃんパスいってるしみたいな、そんな右足左足なんか狙えないでしょみたいな感じを思ってたんですけど、マジでチリツモ、やれば上手くなるし、それをやれないとプロでは通用しないと思います。みんな意識してると思う。パスにメッセージを込めるってことですね。それはすごい大事になる、めっちゃ大事。